タルマヌガラ王国は、インドネシア、ジャワ島西部のボゴール付近に5世紀初頭頃に栄えたヒンドゥ王国。タルマ国とも呼ばれる。澄んだ海峡の東岸に位置しているので、その交通路を支配して、その交易の利によって繁栄したと推定される。国名の由来は、愛を意味するタルムという説と、西部ジャワ地方を流れる河内タルムの名前と関連するという説がある。 タルマヌガラ王国について刻んだプラサスティは7つ知られており、5つはボゴール周辺のチャルトゥーン、クボンコピ、ジャンプ、パシルアウイ、ムワラチアンテンで発見されている。その他にはジャカルタ市東部のチリンチン地方のトゥグ村、もう1つは南番ン,ン地方のチダンヒアンガシノルバク村で発見された。ボゴール付近のプラサスティはプールナバルマン王が刻んだもので、 先代の王が、チャンドラバーガ運ンガを、海まで開作したこと、プールナバルマンは、敵の街を滅ぼしたことなどが刻まれている。トゥグ村で発見された、プラサスティには、プールナバルマン王が、在位22年目にとと海の間を結ぶ運河を、掘りその長さは6122ダヌスで、21日で、完成させた。バラモンたちは、この運河を、ゴーマティ運河と呼んだという。 この運河については、水田の灌溉用水に使用したり、洪水対策のためという説と交易用の交通路の二つの説がある。チャルトーンのプラサスティには、プールナバルマンは、ビシュム人と同一視され、物足石のようにその足形が名分と一緒に刻まれている。トゥグとチャルトゥンのプラサスティは、共に自然の丸い巨石をそのまま用いている。 プラサスティの碑文の字体は、区体王国のものと告示しており、縦線の書き始めにボックスヘッドと呼ばれる、四角い穴ができる、ブラーフミ文字であって、デカン高原のカダンバーサで用いられた書体であることが、最近の研究で判明しているため、王国の繁栄時期は5世紀初頭と否定される。この当時の西部ジャワに関するものと考えられる記録は、北拳による、 仏国記の記述で414年頃、四四国から中国へ帰国するとき、嵐に襲われて、ヤバーヒサゲ国に漂着したが、その国はバラモン教が花だ盛んで、仏教は有に及ばない。という記録がある。北拳の言う、ヤバーヒサゲは、ヤーバドビーバの漢字鬼役で、ジャバドビーバのガ語とすれば、ジャワに否定されることになるが、スマトラ、西カリマンタン、 マレー半島とも考えられ、はっきり断定できない。また5世紀頃、中国に盛んに調校してくる国に、カラタン国がある。この国は、碑文が見つかったチアルトゥン側のアルトゥンを原音と、ミナスと時期的に、タルマヌガラと一致してくる。通り天や、新登場に言及される7世紀頃に存在した、タラマ国は、タルマヌガラが7世紀まで存在したことを示しているのかもしれない。 インドネシア多民族国家という宿命、水本達也中央公論新社、2006年トゥグの、プラサスティチャルトゥンのプラサスティ。ありがとうございます。